最近俺はこんなこと考えてる。もうだいぶ前のことになるけど、このツアーが始まる少し前に、毎晩一緒に戯れていた仲間のうちの一人が、ドラッグで死んでしまった。道を歩いてる途中で鼻から脳みそを垂れ流して突然死んだ。その頃からなんか俺は仲間っていうものを意識し始めた。2個下の後輩で、いつも俺の顔を見ては、ガツさん、今度コンサート行きますか、最後の日もそう言って、毎晩のように一緒にいるっていうのに、そいつの心の叫びを誰も聞いてやることができなかった。仲間っていうものを意識し始めてから、今までの自分っていうのはなんかとってもいやらしい人間に思えならなかった。自分に分かるものだけを分からないまま否定し、それから俺たちがそいつの弔うように毎晩のように喧嘩が起きてくる。誰が強いというわけでもないけど、必死で自分の弱さと戦っているようにはならなかった。人を愛するってことが、そんな生半可なことじゃできない。